クラゲを折ります。まずこちらを三角に折ります。三角に折ります。袋を開いて四角く折りたたみます。角と角を合わせて1枚だけ折ります。開いて折り目に合わせて折ります。戻して折り目に合わせて折ります。折り目で折ります。裏返します。同じように折ります。1枚めくります。反対側もめくります。折り目に合わせて折ります。こちらの部分を膨らませて、色の境目と辺が合うように折ります。同じように折ります。裏返して同じように折ります。こちら1枚めくります。こちらを、こちらの辺で切ります。こちらも合わせて切ります。1枚めくります。辺と辺の真ん中でも切ります。こちらの1本を取ってジグザグに折っていきます。
裏返して同じように折ります。こちらは少し緩めに折っていきます。こちらの色の境目で後ろ側に折ります。こちらで完成です。